どうも、陽次郎です。本日から、クリスマスイベントが始まりましたね。さあ、聖なる夜トラベルギフトということにね、プレミアステージですね、今回は。はい。で、そうですね。で、今回が、タイプボーナスがダイヤということでね。はい。で、特攻カードが、ピックアップの、ホワイトクリスマス藤間桜と、プレゼントフォーユー河野美也子ということでね、この2つが特攻カードとなっております。で、今回楽曲追加で、7分の22の新曲の、僕が持っているものならと、チカッとチカッと、チカッとチカチカ、で、ランランのね、かぐや様のね、藤原チカちゃんが歌っている、伝説のエンディングテーマを、まさかランナーが歌うということでね、すごく聞きましたけど、合ってましたね。はい。素晴らしいですね。はい。で、イベント期間が、今日の、17時、すいません、17日のメンテナンス終了後から、今年もいっぱいですね、27日の、13時59分までということでね、まあ今年最後のイベントなのかなと思います。で、今回のこのイベント講習なんですけども、こちらの、パワフルトナカイ東条ユーティーというね、ユーティさんもですね、こちらはですね、なんか、イベントストーリーをすべて消化すると、もらえるらしいですね。誰でももらえるということでね。はい。イベントストーリー消化してね、リュウジタムのこのストーリー、見たいですね。このね、爆速と仲いいリュウジタム、早く見たい。で、ニコルン、事故るよ、これ。絶対危ないと仲いいですよね。はい。はい。で、今回のアップデートで、確か、シャンプーの匂いがしちゃと、ステープルのプロが追加されたということでね。はい。多分僕は絶対クリアできないと思うんですよ。4.9 と、こちらです。4.8、同じぐらいのレベルってなってるんですね。はい。で、今回も、まあ、最後はガチャで締めていこうと思うんですけども、結構僕なんだかんだで課金してるんですよ。で結構課金してて、まあ、無理のない範囲で僕やってるんですけど、で僕結構そのパックを買うと結構星4が当たってることが今まで多くて、はい、なんかイベント魔法界でもそうですし、サマーでもそうでしたけど、で計算中イベントの時に買おうと思ったんですよ。ちょっと課金できなかったですよ、その時は。で、今回、トレーニングパックを買いました。で、今回ちょっと実験してみようと思います。これ、星4が当たるかどうか。はい。じゃあ、まずはちょっとね、ガチャの詳細なんですけども、提供割合はだいたい 0.6 ということでね。はい。まあ、当たりやすくなってるんですかね。まあ、この間のプリクエル 1.2 に比べたら、まあ、半分ということでね。まあ、厳しいと思うんですけども。じゃあ、最初ね、優勝で引いていきましょう。さあ、まあね、前回のプリクエルでは、これ、星さんが出たんですけども、今回はまあね、いつも通り星2ということで、で、安定の彩香ちゃんですね。よく当たるんだよね、ここで、星2の彩香ちゃん。まあまあ、よく当たるんですけども、じゃあ次が本番です。じゃあ、当たるかどうか、引けるだけ引いていきます。じゃあ、いきます。さあ、このシルエット、ニコルンですね。すごい、やっぱり、いやー、彩香ちゃんさあさあさあ、彩香ちゃんのカードはこのメンバーじゃ私が仕切るっけないか。とっつってますね、もう。はい、ありがとうございます。さあ、星さんも結構当たったんで、さあ、ここで、ニコルンが来ましたね。あの最初のイラストって結構よくわからないですよね。星4だったり星3だったりするんで、なんか最初に来るなんか星4だったり星3のカードがあの黒板に表示されるのかなって僕は勝手に思ってるんですけど、で、カードが一番最後にも星4がありましたね。これで一応、何ですかね、必要なんですかね、あの黒板のイラストは消化できちゃうんじゃないかな。じゃあ最後は誰なんだって話になりますね。さあ、ゆうきさむ、よく当たる、仲間がいれば、さあ次でしょうか。そろそろだと思うんだけど、さあ、あ、
ツボだマジか、ツボか。ゴールここに来て当たる、ツボ2枚目です。これは嬉しい。でも違う、求めてるのはそこじゃない。違うんだ、嬉しいんだけど今は違う。違うよ、ピックアップが当たってくれ次いきます。さあ、おーおお、一応ミャーコのイラストだけどもどうでしょうか。星はあるかな。あ、ここではない。あ、最初にミャーコ来ちゃった。これもう来ないですかね。あの歌シンガーって。おお、ユウキちゃんも大丈夫、次からはもう空回ったりしないはずだ。そうですね。さあ、おっと、トッツまであと1個だ、あと1枚だ。たらいいなと思うんですけども、ユーチャーム、ユーチャームよく当たるな。まあ、ただ仲間がいれば、さあ、一応ここ前に20連引いて、2回とも星4は出てる状態なんで、おそらく当たりやすくはなるんだと思います。おそらくパックを買うと多分、わかんないですけど。じゃあもうね、もう10連引いていきましょう。さあ、これはわかんないな、どこにでもあり得る。さあ、一応来た、すごい。30連やって30連とも一応全部来てますね。さあ、ツボ、銀行、アップパイ、だんだん変われ変わらないか。ミュウミュウ私ってどういうイメージでしょうか。とつってます。さあさあさあ、ここまで引いてきましたけども、一応、パックを買うと当たりやすいんじゃないですかね。3回とも引いて一応星4は1枚ずつ必ず出てましたから、そうですね、パックもね安くないですからね。さあ、皆さんどうでしたか。この動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。